鳥居神門抱え苗蘭名ばか神社は、滋賀県大津市にある神社。式内社で、旧社格は、県社。神門は、苗を背負い自家、三つどもへ、抱え苗蘭。主祭神配信、明治時代まで、主祭神は、宇賀おたま命とされていた。特選神明庁では、内家という社名から、稲の神、宇賀おたま命が腐敗されたものであろうとしている。 社殿によれば、祭人のおアメノフトダマの命はこの地に降臨し、太古から鎮座したという。おじとなったアメノフトダマの命の農事を助けるために、鹿が現れて稲の苗を背負って運んだので、苗鹿という社名、地名になったと伝える。当社との関わりが伺われるものとして、周辺には、苗鹿古墳群や宝密寺古墳群なども残っている。 天智天皇七年に、社殿造営、大道二年に、たま社が造営されたと伝える。忍術元年、お月宿根今尾が、おごと僧を拝領して、以降、当社とおごと神社とが、小家屋騎士の氏神とされ、崇敬された。また、宇治寺として建立した、法密寺が、当社別当寺となった。なお、法三寺境内には、陳述者として、天神社があり、 木造男女心臓が安置されているが、これらは当社の身体として作られたとする説がある。延長5年成立の演儀式神明朝では、大見国志賀郡に名ば神社と記載され、式内社に列している。園人が比叡山延略寺の横川中道を混流した際には、内陣柱を放火した。このことも関係し、天台宗において、 北家業種五神である三十番神に、第二十九番、内家大明神として列している。建務二年には、五代醐天皇より直子が左見され、天下太平祈願がなされた。元気二年、織田信長の比叡山焼き討ちの際に、社殿等を消失し、慶長十二年再建された。明治九年十月近代社格制度において尊社にし、列死。 明治28年1月に豪社に、明治35年5月には、県社に昇格した。上の宮と称される、名場から玉神社に対し、本社は、下の宮と称される。本殿は一軒舎流れ作りで、間口五尺、奥行き五尺。廃殿は、入りや作りで、間口二軒一尺、奥行き二軒一尺。インベスクネ広成が、 最人の荒玉社を創建、別宮としたという。社殿は概ね本社と同じであるが、廃殿、新選書、新横はない。社殿背後には、万弱が残り、岩倉信仰の名残を伝える。名場カ神社境内名場カ荒玉神社境内所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。